1週間ぶりの投稿ですねん。いやー、なかなか時間が取れずに投稿頻度が落ちちゃってるねん。おい、まあ週1投稿なら頑張ってる方ねん。視聴者のみんなもきっと許してくれるねん。おいこら。さあ今日もいつも通りバシバシ編集してくねん。ああ私ってばなんて働きも。半年以上もなくほっつき歩いていやがったてめえ。急に何ですか。てめえ前回の動画投稿から半年以上姿くらましやがって、どういうことだてめえこら。まあ落ち着いてくださいよ。私にもいろいろあったんですって。おお、具体的には何や。そりゃあれですよ、プライベートがめちゃくちゃ忙しくなっちゃって、ほら勉強とかもしなきゃいけないし、こんなご時世だから風邪とかも引いちゃって、もうほんと大変だったんですか。お、来た来た。いやー久々の格ゲーの待ってんな。数日とれもこもったけど対戦だと勝手が違うからな、緊張する。てめえストロークやってんじゃねえ。ごめんなさい。おいてめえまさか、前回のプチ失踪と同じくずっとゲームしてたんじゃねえだろうな。いやいや何を言うんですか、あかりちゃん。さすがにそれはないですよ、あはははは。こんまくこいつ。あ、あかりちゃん。なんや。トフィーがストロークやっててびっくりしましたよ、もう。言ってくださいよ。知ってたらお祝いしたのに。何がやって。いやほらこれ。参戦おめでとうございます。誰がエドモンド・ホンダとしてストローク参戦してるって。ん、ジョーク。ほんでこの半年はどこほっつき歩いて遊び回ってたんや。いやー実はとある検証をしておりまして。検証。はい、以前3年と半年動画投稿したらいくら稼げるかを検証したじゃないですか。ああ、あったな。あの時お金的には稼ぎと出費を合わせてマイナス23万という大検討をしたのですが、致命傷をもらってますが、やはりそれでは夢がない。ゆかり頑張りました。なんと半年間マーケティングをガチったら動画投稿でもちゃんと稼げる説を検証しておりました。へえ、そんなことやってたんか。なんかおもろそうやん。まあ詳細は別動画でそのうちになんですが、概要だけでもお伝えしておこうと思って。はあ、この企画を思いついた私はいろいろと情報収集をしました。サイトや SNS 動画をチェックしていき、知識をため、サムネや編集のスキルを学び、準備万端何でもできるぜという状態まで自分を磨き上げた後、40万の情報商材を買いました。待てや。え、じゃねえよボケ。え、てか40万、マジで言ってんのお前。いやでもほら、ここ見てくださいよ。たった3本で収益化。誰でも一瞬で月収50万を達成できる。YouTube 超完全攻略ノウハウ。つまり40万払っても動画を数本出せば元が取れるって寸法なんですよ。私賢い。お前のこと今度から、ボイロ界のカモネギって呼ぶわ。まあでも確かに決めつけはあかんか。もしかしたら本当に元が取れるほどの情報が載ってるかもしれんし。ちなみにそこにはどんなこと書いてあったんや。確か。YouTube 超攻略の道。Day 1。まずは稼ぐためのマインドを築き上げるため、心を落ち着かせる呼吸法をお伝えします。これを毎日のルーティンとして取り入れることで、何事にも負けない強靭な精神力が手に入る。要は、瞑想ですね。お前絶対騙されてんだろ。Day 2。二日目は体に取り入れるものの精査です。脂っこい食事であったり、間食で甘いものを食べ過ぎてしまったり、こういった不健康な食事をしていると脳が最高のパフォーマンスを発揮することができず、YouTube 攻略も遠ざかってしまいます。改善する鍵はこのお水。なんとこのお水、水素が入っておりまして、あなたの不健康な体に溜まった要は、水素水ですね。お前絶対騙されてるわ。うわ、しかもご丁寧にこの教材の作者が作った水素水まで売り込んできとるやん。こんなん買うバカどこにおん。毒素排出健康第一。バカが。Day 3。太陽浴びてますか。もう売りからゴミ。要は光合成ですね。できるかボケ。わあ。とこのように私は教材に書いてあることをもとに生活習慣を改善し、目的バグってない、チャンネルを立ち上げ、自分で分析と試行錯誤を繰り返し、もう教材関係なくて草。なんと月額10万円を達成。自力で普通に結果出してんの何なの。そしてその新チャンネルで総額20万ほど稼ぐことができました。おお、やるやん。これも全てはこの教材のおかげ。お前の努力のおかげだ。胸を張れボケ。いやでもやるやん。ということはそのチャンネルをこのまま続けていけばもっと儲かるんやないか。そのチャンネルは今どんな調子なん。削除しました。何を削除したって。え、だから、その稼げてたチャンネル、削除しました。何しとんねん。いやー、やってみて思ったんですが、やっぱり需要だけを追い求めて、自分が興味のないことをやり続けるのがしんどいなって、月10万とか計測するためには、やっぱりある程度定期的な投稿が必要になってくるし、なんか、時間をそんな興味のないところに使うのもなんかなーと思って、削除しました。思い切りがすごい。ほら、中途半端に残ってると、なんか未練が残って意識がそっちに引っ張られたりするから、それなら一層思い切って消した方が、他のことを始めた時に集中できると思いました。まあ、そういう考えもあるとは思うが。大丈夫です。大丈夫。前の動画で今までの活動にかかったお金を計算した時にマイナス23万くらいで、今回ちょうど20万くらい稼げたからトントンくらいになって、気持ち的には満足してますし、はあ、これでお金的にもプラマイゼロ。ここから新たな気持ちでリスタートしていきましょう。まあ情報商材に40万使ってますが。え、いやだから最初に40万の情報商材買ったんやろ。
まさか忘れてたわけではないですよ、そんなアホな。まあさすがにな。あはははははは。うん、あかりちゃん、なんや、お金貸して。ふざけんな。